ちょっと無理。今回は信長の野望大使実況していきたいと思います。前回は越前を攻略中に第二次北条包囲網が敷かれたところまで。かなりの大名が参加しているから少し厄介かもね。前回みたいに誰も動かないと意味ない包囲網だけどな。そうだねー、好戦的なのは織田家くらいかな。信秀か。一応越前と北近江で領土が隣接しているから攻めてくる危険はあるんだよね。そこあたり注意しつつ越前と加賀の制圧する感じかな。そうだね、前回同様動かないんじゃないかと思っているけどね。朝倉家は風前の灯火だし、大小事情は起きかけだし、このまま旗の毛を潰していくのもいいかもね。六角は手が出せないかな。雨ボケは参加してるだけって感じだな。隣接してないしね。大内家がいるし、雨ボケも大きな動きができないでしょ。それもそうか。西は西で煮詰まってる感はあるね。てか、大内家四国制圧してるじゃん。さらに毛利家と争っているね。これは西の情勢はかなり難しいかもね。雨ボケとも戦ってるのかよ。毛利家は存亡の危機じゃない。敵が我が領内に向かっております。織田家が攻めてきたか。てか、武将送り込んでないんじゃない？すっかり忘れていたよ。敵が我が領内に向かっております。さらに3万以上が動いた。こちらが織田家に主力かな。一応対抗して集結はしているけど少し厳しいかな。移動に時間かかるからその間になんとか対処だな。信秀勢はもう動き出しているね。これは対応無理くさい。奪われるのは諦めて反撃していくしかないかな。太田勢は城攻略用だしな。大きな戦をしてこなかったせいか、そこまで城兵を集めていなくてね。隠したばかりと戦ってきた弊害が出てきたな。ハゲがうるせえ。ほんと厄介なんだよね。早く大小事情攻略しないとな。もう少しだとは思うんだけど。一向一気に方策とかしで防げるの？何かあったかな？斎藤勢がようやく大小事情攻略。よし、これで一向一気は起きないはず。ただ、斎藤勢じゃ何もできない。戻すしかないね。一条だ二条が包囲された。なんとか耐えてもらうしかないね。兵糧は運び込むから頑張れよ。ここで園山城攻略。斎藤義兵はどうしよう。このままなんかすれば信秀勢減るんじゃない？そうだね、ダメ元でなんかさせて小谷城を攻めさせよう。落とせたらラッキー程度だな。我が領内に敵が迫っております。旗の毛も攻めてきたし、なんとかするしかないね。勝山城が包囲された。あと爪は向かっているからなんとか耐えてもらうしかないね。兵糧攻めには対抗できるはずだ。強行されたら厳しいね。強行されてた。我が領内に敵が迫っております。今度は丸森伊達家。やばい、関東で大動員かけた後なんだけど。なんとか相馬中村城守りきるだけだな。あれ、そのまま小谷城攻略しちゃったし。これはまさか荒らせる。斎藤家とか六角家が黙ってなさそうな気がするけどな。取られたらその時だね。斎藤家も動くか。そのまま黙っていてほしいんだけどね。バンバ城も攻略してしまった。これはいいの？織田家が守らないから仕方ないよな。そうなればこのままなんかして長島城を目指すことにするよ。一条だ二条には佐竹勢がごずめめに。勝つべくして問題なく撃破。これで一条だ二条は救えたけど、勝山城だな。森氏勢が来てはいるんだけど、到着に2ヶ月近くかかるんだよね。遠く関東から来るからな。早い段階で越前あたりを根拠地化しないと。長島城に集結してる。あそこは戦場が狭いんだよね。どこに行っても戦場が狭い。少し牽制程度に動き回らせようかな。城兵が戻るだけで勝山城が少し楽になるからな。そういうことだね。影虎勢が金ヶ崎城攻略した。故に我らが勝つ。これで朝倉家が滅亡したね。いい武将いないからどうでもいいけどな。総敵がまだ生きてるね。うちから朝倉に走った畠山もいるし、あいつはまあ許してあげよう。行くぞ。あと瀬山城を攻めて旗の毛も荒らしていこう。行くぞ。出陣する。
待機せよ。清水山城で場外決戦。天下を統一する。これで清水山城を攻略したね。この程度でしたか。信秀勢がどんどん細ってるけど、まだ2万近くはいるな。六角家にはあえて手を出さずに旗の家に行こうかな。進むのです。太田勢が朝倉山城攻略。気にしろ、払い受ける。これで一前の旗の家の拠点がなくなったね。これでもう山を防攻められるのかな。どうなんだろ。進むぞ。太田勢には無理と承知で信秀勢に突っ込んでもらうよ。勝山城の兵たちに救援が来ること教えてやらないとな。なんてこった。あれ、なんで、まさか戦わずに下った。奪われたと言ってたけど、見に行こうとしたら決戦に巻き込まれた。でも問題なく撃破できたね。これで長島城に蓋をしていた織田勢が消えたね。一気になだれ込めー。伊達勢は3万近いけど、うちは兵数で少し負けているね。東北は少し睨み合いだね。あ、間に淡路先生だ。もう少し頑張ってれば。宮城さんが信秀許すまじ。勝山城で決戦を挑もうじゃないか。宮城さんの弔い合戦だ。負けてやるわけにはいかぬ。あれ、信秀勢が消えたし。なんで。まあ勝山城取り返せたしいいか。手を打ちましょう。信秀用の森氏勢には旗の勢への攻撃に向かってもらおう。これで一前方面は落ち着いたかな。そうだね、あとはできるだけ行けるところまで行くだけだね。後に続け。今川家とはまだ同盟結べるみたい。そろそろ危なくなってきてる感じはするけどね。織田家と清洲織田家がいるのか。ダブル織田家潰しておきたいところだけどな。斉藤家も六角家も動員はしてるけど攻めてこないな。助かっている感はあるけど、頑張って戦っている大名はどう思っているんだろうね。こういう噛み合わなさが連合軍の難しさだよな。統一された式は非常に難しいからね。楽器崇拝はそこあたりから来てるのかもな。人望、名声があり、諸侯の調整もできる、有能じゃなきゃなんなんだって人物だね。そういう人物が今の包囲網にはいないんだろうね。残念どころの話じゃないな。まあ、いたらいたで大変なんだけどね。お山お坊に旗の勢が攻めてきた。もうじき森氏勢がごずめ目に来るから、それまで耐えてもらうよ。1ヶ月以内に到着するな。今回は救えるはずだよ。待機せよ。勝畑城で信長様が出陣しているね。そんなの気にせず粉砕だ。無謀と勇敢は道義ではないからね。そのまま諸方城攻略。勝ち時を上げよ。これであとは末森と刈谷だけだね。とこの時は思ってた。伊勢に城があるのを完全に見落としていたんだよね。なのでこのまま二城を攻略して滅ぼそうと思ってたんだよな。確認は重要だね。森氏さんなら問題なく勝てるはずだよな。よし、これで旗の家はおとなしくなるはず。あとは旗の家の城をどれだけ取るかだな。あまり深入りする気はないけどね。変な領地になってるからな。勢いのまま攻めたけど守りづらい状況になってしまってるからね。計画性のなさが露呈してるな。最初からそんなのはないんだけどね。東北では丸森伊達家を牽制しつつ、相馬中村城を取り戻す作戦を遂行中。次なる戦も必ずや。迎撃された。そのまま城攻めに入ったから普通の決戦だな。兵数が減ったため胸でよう。粉砕。このまま相馬中村城を取り返そう。なんだよ。と思ったらそのまま攻略した。じゃあ、丸森伊達家を叩いても南部家に利するだけだから、これで終わりにしよう。攻めてきたら迎撃する感じだな。そうだね。義の刃に出陣してきた。あと瀬山城で牢城を断念した模様。まあ、勝てるわけないよね。だよな。この勝利。これであと瀬山城は攻略。だけど、影虎勢はここまでだね。竹で山城攻めてる太田勢も厳しそうだな。そろそろ終わらせる時かな。またかよ。忠誠度上げるの忘れてたよ。それにしても2度目か。ここで太田勢が攻撃を受けた。
勝てるとは思うけど。我が策があれば勝つのは必然でしょう。本位継続ができるかだな。出てきても勝てる数ではあるけど。情けはかけません。と言ってたら打って出てきた。揺るがない。我が策があれば。これで武田山城も攻略だね。勝つのは必然でしたね。終わりですか。旗の啓示にはここまでか。そうだね。次の戦いの拠点作りはできたしね。となると残りはダブルオだけか。春宗もか。南部家敵対するつもりということかな。そっちの方が厄介だな。ここで今川さんがどこに行くの。おだけだった。手を貸そう。刈谷城は今川家にあげることになりそうだね。漁夫の利取られたな。まあ仕方ないね。また戦えるのは斉藤家だけど。正解だ。そうなると武田家がどうするか気になるね。攻め先がなくなりそうだもんな。今川家とは仲良くして武田家とは激突することになるかな。ここあたりから講和し始めた。末盛城は攻略したけど鳴海城へ織田勢が後詰めに来そうな状況だよ。ここあたりで伊勢にも城あるのを確認したんだよな。なので鳴海城攻撃を断念して今川家に取らせる方針に変更しているよ。なので滅ぼすのは清洲だけになった。総敵さんが犬山城攻略。残るは清洲城だけだね。鳴海城救援に来た笹勢は今川勢と決戦して壊滅。おだけがどうなろうとどうでもいいね。なのでおだけともこは。かしこまりました。もう落ちるな。清洲城攻略。この城もらい受ける。これで清洲おだけは滅亡だね。微妙なのしかいないな。まあ清洲おだけだしね。おだけとの講和がまだだけど第二次包囲網を利用して領地拡大したところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。